ポンポン今餌をねあげて。おお。ポンポン今餌をねあげて。おお。チャーさん。だけどどうもワニのフィギュアよりも。皆さんこんばんは。5月30日日曜日夜ですね。12時前ぐらいですかね。ポンポン今餌をねあげて。おお、チャーさんとタロちゃんだな。ちょっと奥が熱いですね。今奥に行こう。今タロの頭の上に落ちたな。グググッつったらね。お、豆太郎食った？お、豆太郎よかったな。豆太郎が食った。おー、ジャンプして逃げちゃった。お、世界一からもらえる。お見事、ジャンプして食べた。今日は久々にワニオが好きだったワニのフィギュアをね、持ってきました。だけどどうもワニのフィギュアよりもこの奥がいいみたいだな。おそらくですけどね、チャーさんとかね、この緑のカエルとかはね、このワニのフィギュア多分初めてなんでね、もしかしたら怖がるのかなって思って。お、豆太郎食った。ああ、せっかく掃除してやっとんのにこうやってね、撮影中にうんこしちゃうんですよね。太郎、ああまた空豆が一人勝ちか、これ。ああ、ワニのとこ逃げてった。今、上からハンターが狙ってますよ。黒いね、ボックスの上に、ほらほら、降りてきた。ああ、ネズミちゃん欲しい。お、タロ食った。ほらほら、降りてきた。ああ、ネズミちゃん欲しい。お、タロ食った。よかった。ネズミさんに食って欲しかったのもあるけど。ネズミちゃん、ごめんな。タロがな、ちょっとな。怒っとったよ。ああ、チャーさんも怒っとるけど、太郎にあげて、それは。ネズミさん降りてくれてありがとうな。降りてきてくれてありがとうな。言葉も出てこ。ネズミちゃん、あんた上に打ったよ、食べ。よし。これで全員食べたんじゃ、トサカめっちゃ食ったやろ。空豆めちゃくちゃ食ったやろ。豆太郎食った。世界一かわいまる食った。緑の子も食って、茶も食って、太郎も食った。全員食ったな。